皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。西郷輝彦さんといえば、星のフラメンコなどのヒット曲やテレビ時代劇江戸を切るなどで人気を博し、歌手としても俳優としても長年大活躍してきた昭和を代表するスターです。しかし2022年2月20日に惜しまれながらこの世を去っています。そこで今回は西郷輝彦さんの病気や離婚原因、残された遺産についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは西郷輝彦さんのプロフィールからご紹介します。本名今川聖輝、生年月日1947年2月5日、出身地鹿児島県鹿児島市、血液型 A 型、身長176センチメートル。西郷さんは歌手としては橋幸夫さん、船木和夫さんと共に御三家と呼ばれ、当時圧倒的な人気を博しています。その後は俳優として時代劇から現代劇まで多くの作品に出演しており、歌手としてよりも俳優としての西郷さんを知る人の方が多いのではないでしょうか。そんな西郷輝彦さんは2011年に前立腺がんを患い、手術を受けて患部を摘出、それから6年後の2017年11月に再発が発覚してしまいます。背中に激痛が走り、すぐさま検査をしたところ、医師から告げられたのは骨へのがん転移でした。当時出演していた舞台の降板を余儀なくされ、2017年11月に再度診断された内容は虚勢抵抗性前立腺がんでした。2017年にがんが再発した際にはすぐに放射線と抗がん剤による治療をスタートします。しかしあまりの進行の速さに、当時主治医は緩和ケアを勧めたそうなのですが、西郷さんは完治を諦めず積極的な治療を選びました。しかし闘病の日々は決して穏やかなものではなかったといいます。2018年1月、西郷さんは自身のブログで抗がん剤を2本投与しました。昨日までは何ともなかった髪が次の日にはどっさり抜けてと綴っており、抗がん剤治療の辛さを語っています。それでも2019年にはドラマに出演するなど、このままがんの進行を抑えながら仕事を続けられるのではないかと、ファンだけでなく闘病を知る身内や関係者が放射線治療や抗がん剤投与の効果を期待していました。しかし運命とは残酷なもので、医者からはがんが進行していると告げられてしまいます。進行度はステージ4と告げられ、誰もが緩和治療を選択するほど進行していたのです。前立腺だけだったがんも背中や胸の広範囲に転移していました。しかしそんな絶望的な状況でも西郷さんは決して諦めませんでした。西郷さんはもう74歳まで生きたんだ、あとは静かに面白おかしく暮らせって思うでしょ、でもねまだやりたいことがたくさんあるんだよ、願いはただ一つ、なんとかもう少しだけ好きな仕事をさせてほしいと YouTube の動画で語っていました。西郷さんは俳優という仕事が本当に大好きで、仕事に誇りを持っていたことがわかります。しかし西郷さんはステージ4と宣告され、できる治療は全て受けてしまっていました。どうするかと考えていると、日本ではまだ未承認の治療法が見つかったのです。一つの希望がつながったということで、西郷さんが選んだのは PSMA 治療というものでした。これはオーストラリアに滞在しながら3回にわたって注射による薬の投与を行うというものでした。西郷さんは2021年4月にオーストラリアへ渡り、日本ではまだ未承認の最新治療を受け、がんが消えたと報告していました。治療当初、西郷さんによると動揺していた、なぜなら減るはずの数字が逆に増えていたからだ、1回目で効果がないということは体質的に合わないのか、残り2回で本当に効果があるのかと、効果がなかったようなのですが、西郷さんは諦めませんでした。2回目の投与に向けて主治医たちとミーティングを重ね、他の薬との併用や投与の方法など成功する方法を模索したそうなのです。そして迎えた2回目の薬剤投与、西郷さんは祈るような気持ちで結果を待ったといいます。そして CT 画像を見た瞬間、こう叫んだようです。がんが消えた、オーストラリアでの治療は効果があったのでした。西郷さんは治療後に8月の24時間テレビに生出演し、笑顔でがんが消えた画像をこの目で見たんです、
奇跡は起こりますと報告していました。しかしその後、その活躍をまた見ることができると思われていましたが、2022年2月20日に前立腺がんの再発により、西郷さんは惜しまれながらこの世を去りました。誰しもが緩和ケアへと移行すると言われるほどの病状にもかかわらず、抗がん剤治療を希望した西郷さん、諦めずに治療を行い、一時的にせよ良い結果が出ていただけに、残念としか言えません。続いて西郷輝彦さんの元妻と現在の妻についてご紹介します。西郷さんは2度結婚しています。最初の結婚相手は歌手として有名な辺見マリさんです。辺見さんは父親はスペイン系アメリカ人で、母親が日本人のハーフです。当時辺見さんは歌手として人気絶頂でしたが、結婚と同時に芸能界を引退しています。西郷さんと辺見マリさんは1972年に軽井沢で電撃結婚し話題となりましたが、1981年に性格の不一致により離婚しています。結婚生活は9年でした。そんな2人の離婚原因は、当時歌手や時代劇に多忙を極めた西郷さんが自宅に帰るのが週に一度だけというすれ違いの生活だったからと言われています。辺見さんは離婚後芸能界に復帰しています。そして1990年、西郷さんは所属していた事務所で19歳年下の一般女性の明子さんと再婚をしています。西郷さんによると、明子さんは朗らかで、接した人みんなが好印象を持つ、事務所内でも外でも評判が良い女性だったそうです。西郷さんも少し気にはなっていたそうですが、社長と従業員という関係だったことや、自身が離婚経験者だったことから、黙って明子さんの働きぶりを見るにとどめていたそうです。しかしある日のこと、明子さんが静岡に帰って見合いをするので事務所を辞めたいと言ってきたそうで、西郷さんは、はい、わかりました、どうぞと言ったそうですが、いや、ちょっと待てよ、ここはもしかしたら正念場かなと思い始めたとのこと。そう思い始めると、自分の気持ちが止められなくなってしまい、お見合いを告げられたその翌日に、西郷さんは熱海まで車を飛ばして明子さんを追いかけたそうなのです。そしてほどなくして西郷さんは結婚を申し込んだとのことです。明子さんの両親も西郷さんを信頼してくれ、西郷さんの両親もまた明子さんをとても気に入ったそうで、結婚までは驚くほど全てがトントン拍子に進んだのだそうです。最後に西郷さんの遺産について触れてみましょう。西郷さんの総資産は一体どのくらいなのでしょうか。詳しく調べてみましたが、なかなか確証を持てる記事は見つかりませんでした。西郷さんは寄付活動も活発にされていたようなので、持っている資産が1000万や2000万円程度では寄付など不可能ですので、桁が1つ2つ違う資産を持っていたのだろうと推察されます。西郷さんの寄付活動の一つとして有名なのは、鹿児島県の企業経営者たちと活動されていたチャリティーゴルフの収益金を鹿児島内の施設に寄付していたものでしょう。寄付というのは当然のものとして相当の余裕がないとできないことだと思います。仮に1回の寄付額が1000万だったとしても、10回行えば1億円になります。現在の日本の平均所得は年収500万円を切っているとも言われているので、本当に相当の資産がなければ寄付を続けることなどできないのが現状でしょう。西郷輝彦さんが生前に実行された寄付額や寄付回数は定かではないのですが、50万円や100万円ぐらいの寄付金額ではなく、やはり桁が一つ違う寄付金額だろうと考えるのが妥当でしょう。そう考えると西郷さんの総資産はやはり少なく見積もっても50億、100億程度は持っていたのではないでしょうか。昭和スターの豪快なエピソードなどを考えると、西郷さんのような歌手としても俳優としても成功している芸能人は50億や100億ぐらいの資産を持っていても驚きません。ましてやそのくらいの資金力がないと最新のがん治療にお金を投じることもできないはずです。がん治療の相場、これも詳しくは不明ではありますが、最新治療の情報を得ることや海外渡航費用や実験段階の薬投与、研究中の治療法を試すのに1回あたり1000万円程度ではないかと言われているようです。やはり億単位の金額の治療を数回以上実行されたと考えるのが妥当ではないかと思われます。そう考えると、やはり西郷輝彦さんの総資産は
50億以上と考えて間違いないのではないでしょうか。西郷さんがお亡くなりになった後は、遺産はご遺族で相続されます。西郷さんには離婚した辺見麻里さんと現在の奥様の間に、辺見エミリさんを含めて5人のお子さんがいらっしゃいます。遺言書などがなければ、仮に遺産総額を50億円と見積もると、現在の奥様である明子さんに半分の25億円が遺産として相続されることになります。そして5人のお子さんには5億円程度が均等に相続されるのではないでしょうか。もちろん現金だけでなく、土地や証券などもあると思います。おそらく西郷さんは長年にわたる闘病生活を経験していたので、いざという時のために遺言書を残されていたことでしょう。遺産の総額や分配については全くの想像ですが、もしかすると遺産の何割かは寄付されていたのかもしれません。壮絶な闘病の末にお亡くなりになった昭和を代表するスター、西郷輝彦さん、心からご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。